自分を犠牲にして仲間を逃がすんだ。我らに戦う理由はありません。聞いてください。長州の奴ら見逃せるかってやな。伏せろ。邪魔立てすれば容赦はせんぞ。ああ悪いけど行くわけにはいかないんだ。ならば来るがいい。不作法な人間よ、身の程を知るがいい。恐れなき愚かさを悔やみ続けるがいい。その手に合えばなぜに握る。何を求めて同族殺す咎を背負い、何を求め生きるつもりだ。教えてやる。俺様がこいつを使う理由はな、お前ら人間と対等に戦うためだ。この銃を使うのは楽しむため。戦いを命から封じ込め、お前たちと対等に。面白きことなくこの日を楽しく生きる俺様。お前を見せろ俺様のため遊ぼうぜ。おめえは面白い方の人間だ。名乗りを聞いてやるぜ。新田佐之助、知らぬい今日ってんだ。また遊ぼうぜ。もその程度の腕か。仲間のか。剣を抜くな。剣を抜けば死ぬことになる。下がってください。ここは我々羅刹隊が引き受けます。まがいものか。ちょうどいい。貴様ら羅刹は俺が葬り去ってやる。歌方の夢散らす人間たちよ、あの世で悔やめ刃向けた愚かさを。儚い命無駄にして、何が欲しいというのか。愚か者たちさあ関わってこい。誇り破滅時だ。生き抜く気があるならば、
戦組の頓章に殴り込むってことがどういうことか教えてやる。今のは骨に響いたんじゃねえか。バカが、鬼を舐めんな。あんた、武器は持たねえのか。武器を持てばそれは戦となります。それだって戦ってない人じゃねえか。分かってはもらえません。あくまでもやる気とあれば容赦はしません。斎藤、おめえ隊を離れたんじゃ。俺は副長の命令で患者として隊を離れただけだ。なるほどな。時が叶うとでも思ったか。鬼ってのは人ん家に土足で上がり込むような武作法すんのか。貴様らに用はない。用があるのは雪村千鶴ただ一人。そういうことか。